みんな待ってるからな、さっさと魔王を倒してハロード連れて帰ってこい。ん、だいぶ煮詰まってきたな。リリアじゃないか、帰ってきたんだね。うん、ただいま。元気そうでよかったよ。勇者の訓練で怪我してないか、ずっと心配だったから。私ピンピンしてるわよ。アンドレこそ体、あ、アンドレってお前彼氏じゃないか。ああ、君が頑張ってる間僕もトレーニングしていたんだ。もう昔みたいにすぐ倒れるようなことにはならないよ。そう、よかった。ハロルドが勇者に選ばれたなら君はもう帰ってこれるんだよね。あ、うん、そうね。でもちょっとやらないといけないことが残ってるから。そうか、たとえ時間かかってもずっと待っているよ。ありがとう。ところでハロルのやつ何か言ってなかった？え、そうだな、何かに追われるみたいに慌ただしく出て行ってしまったから。あ、でもリリアのことをよろしくって。僕のことを認めてくれたのは嬉しいけど、昔から目の敵にされていたから、どういう心境の変化だろうって。そう、じゃあ私も急ぐわ。じゃあね、リリア。その何をするかわからないけど気をつけてね。うん。まあハロルドとしてはまあ幼馴染なんだけど、まあ寝取られじゃないけど、なんて言うんだろう、僕の方が先に好きだったのにっていうあの状況がハロルドなんだろうな。まあでも2人が幸せならそれでいいと。自分は身を引こうとしていたんだけど、そんな中、リリアが勇者候補生に立候補してしまったと。ここはもうちょい近くの凶悪な魔物を食い止める砦で、この先は町もなく行けば死が待つのみ。ちょっと行く前にさ、整えた方がいいよな、アイテムとか。結構充実はしているが、さすがに道具屋とか寄った方がいい気がするな。だんだん魔王城にかかるもやが濃くなっている。こっちに流れてきたら俺たちはどうなるんだろうな。まあそのもやが実は魔王の正体なんだよ。そのもやの発生源がな。おや、リリア君ではないですか。魔王城の様子を見るためにこの砦の兵士たちの回復のために神殿から出張していましてね。あ、その出張でなんか町の神殿も村の神殿もいなかったんだ。神父が何かトラブルありましたか。あ、いや、ちょっと買い忘れてたものがあって。そうですか。あ、売ってくれるんだ。しかし君はいつもハラハラさせられましたね。他の候補生と比べて力がないからといって捨て身な魔物に切りかかったり、腕を食いちぎられて帰ってきた時はさすがに肝が冷えました。回復魔法は得意なキャロルさんがいたから良かったものの、普通ならあのまま失血するところでしたよ。ははあの時はお騒がせしました。まあキャロルが回復してくれる確信込みで腕犠牲にしたんですけどね。どうも君は昔から自分の身を変えるみたいなところがありますね。君が勇者に選ばれてずっと心配だったんですが、相打ち覚悟で魔王に突っ込んでいきやしないかと。どうか気をつけて、みんなで帰りを待っていますからね。その精神だ。そういうなんか人格の人が選ばれやすいんじゃねえのか。へへへ、いいもん手に入れたぜ。ねえ、あ、なんだあんた、何見てんの。え、いや、なんでもないぜ。この鳥でさ、簡単に越える方法ない？あの方と同じことを。いいだろう、教えてやる。この鳥での北西の壁にな、一人一人通れる穴が開いてんだよ。あ、穴って言っても防壁魔法が重ね掛けしてあるから、ちょっとで外じゃ魔物は侵入してこねえぞ。そう、ありがとう。あれって魔物と人間の薄い本だよな。魔物に欲求するやつって案外その辺にもいるもんなのかな。まあただその前にちょっとアイテム補充してきていいか。ハイポーションでいいや。もうハイポーション3でマジックポーション3、うん、4、うん、3でいこう。あれ、リリアさんじゃないですか。俺ですよ、俺。勇者構成だった、デニス。って言っても、俺は最初の方で辞退してしまったので覚えてないんですよね。あ、テレスに告白してマジに半殺しにされたデニスだ。嫌な覚え方されてる。元気してた？今何してんの？元気ですよ。神殿出てから冒険者やってたんですけど、砦の防衛員にスカウトされて、リリアさんはどうしてこんなところに？諸事情で旅の途中。え、そうなんですか。ここに勇者来たんだよね。顔見た？あ、それがちょうど休暇中で一時帰宅してたから会えなかったんですよね。それにしてもすごいですよね。あの訓練をやるにて勇者に選ばれるなんて。誰が勇者になったんですか？あ、秘密。え、そんな規則ありましたっけ？知らんけど今は秘密。それでは仕事頑張ってね。あ、はい。リリアさんもお気をつけて。まさか私が勇者だとは思うまいな。一応全部調べとく。タオルが入っている、服が入っている。で、左の壁がなんかどっかすり抜けるとかって言ってたよね。どこのことだ？まだか。もっと奥の話かな。あ、記録書。6代目、19代目、27代目勇者についての情報は一切一般に出回っていない。これらの勇者は勇者法を悪用し、功績を称えることができないほど悪行を明かしたとされている。そのため記録や銅像は神殿の特別本庫に保管される。これもさ、本当は悪行じゃなくて、なんかこの世界の秘密に気づいて、それを止めようとした結果、こういう風に歴史を改ざんさせられてこうなっているみたいな。そこまで俺は邪推しちゃうぞ。この砦にいる兵士は世界中から集められた精鋭たちだが、それでも魔王の影響で凶暴化した魔物を退けることに苦労する。早く魔王が討伐されなければ、ここが突破されるのも時間の問題かもしれん。最近どんどん魔物が凶暴化しているな。俺たちだけで対処できるか心配になってくるよ。奥に行かしてくれはしないんだね。左を抜けるとか、あ、もっと先か。この先のことか。なんかこの辺で、ここか？あ、ここか。なるほどね。ただこっちも一応見ておこう。あ、てかあそこからしか行きようがないのか。
道ないもんな。あ、違う、右からも行けるか。よう、この辺で買い物できるのはここだけだぜ。ここで買えばよかった。もっといいものが、うん？でも値段高くね？あそこだったらさ、5000円とかで売ってんのに、ここだと7500円とか。この場所によって値段が高いとか、細かいところちゃんとしてんな。ここは魔王の領域から来る凶暴な魔物を食い止めるための場所で、特別に何もない。そういえばこの前も砦を越えたいとかいう変なやつがいたな。この先は死の領域だから通さなかったが、あの人いつの間にかいなくなってたけど、ちゃんと帰ったんだろうか。いつの間にかな。どっから抜け出したんだろうな。ハロルド君よ、すぐに向かうから待ってろ。俺も追いかけるから。あ、奥行けなくなっ、ん？あそこの兵士たち話しかけてないな。あ、こっちから行くのか。なるほど。勇者ならもう北に向かったよ。ん？あ、勇者は北に、え？ちょっと待って、ハロルドはあっちから抜けた。勇者は北に向かった。あれ？勇者もいるってこと？また別で。できれば騒ぎを起こしてここの人たちに迷惑かけたくないし、どこからうまく越えられないかな。どういうことや？おかしい。なんか登場人物が数が合わん。あ、ルキウスね。ハロルド、ルキウス、そして私ってことか。正規の勇者として扱われてるのはハロルドってこと？裏道を抜けた、いや、あ、裏道を抜けたのが ルキウスじゃないか、ハロルドってこと？だとしたら正規の勇者として扱われてるのはルキウスってことか。こんがらがってきたな、頭が。まあ、とりあえずここなんだ、これ。はっ、これは、何これ、魔物の気配。ちょ、セーブセーブセーブ、やばい、セーブセーブセーブしろ。やばいぞこれ。何、ちょ、怖い。一見すると人の骨に見える。なんか光ってるよ。はい、間違った。ちょっと、何かの生命体が浮かんでいる。ちょっと待ってくださいね。急にホラーゲーム始まるのやめてもらっていいかな。あの、普通に RPG をしていたつもりだったんですけど、いつの間にかあのホラーゲームが始まっているんですけど、あの、研究レポート。ねえ、マッドサイエンティストじゃないですか、ここ。研究に関する本のようだ。あ、でも特になんか謎の生命が漂っている。こことかも、あ、スライムがギチギチに詰まってる。生肉が詰まっている。あのさ、この先に誰がいるか俺もう分かってんだ。絶対にルキウス。もうマッドサイエンティスト、ギャー、何よこの液体、服溶けたんだけど。まあスライムの体液はほらな、絶対お前だと思ったよ。でこいつらは何なの。こちらの強さに怯えている。はあ、こちらの強さに怯えている。ああ、ああ、えドラゴン。うわ、お前何してんだルキウス。あんた、こんなところで何してんの。お久しぶりですね、リリアさん。不審者なら罠で溶かそうと思っていたのですがね。こんなとこに来るやつなんて勇者くらいでしょ。で、これは何。おや、見たままですよ。愛するこの子たちの調教のため、そしてこの子たちのための食料生産の研究所です。この子たちの食べ物、つまり人肉ですね。それを生成しています。正確に言えば人間によく似た生物ですかね。手足は生成してもそこに人格を宿しちゃいませんから。神殿にいた頃は迷いの森で死んだ冒険者の肉を拝借していましたが、やはりその辺に落ちている肉では限界がありますからね。食事の代わりに魔力を必要とする子もいますが、どちらにせよ満足させてあげれませんでしたので。なんでこんなところで。人間界でこんなことをしたらすぐ処刑されてしまうじゃありませんか。こいつの場合、自分が処刑されるとか、魔物が人を襲ったら困るとかじゃなくて、人間を襲った魔物が退治されちゃうのが嫌なんだよな。それにこの周辺は可愛い子たちでいっぱいですから、私にとっては天国ですよ。そう、相変わらずなんだ。変わってねえんだ。本当にこいつなんで勇者候補生だったんだ。性癖と思考は完全に魔王だぞ。人肉作ってるって、こいつの研究めっちゃイカれてるけど、味方を変えれば再生医療なんだよな。ちゃんとしたとこに研究結果を渡せば、医学界の歴史数百年進むはずだけど、こいつそういうの興味ないんだろうな。せっから頭かじられてるのは大丈夫なの？愛情表現ですよ。常に防御魔法と回復魔法が発動するようになってるので、ご心配なく。無駄に魔法能力高いんだよな、こいつ。ところで何かご用ですか？あまり普通の人間が食べられるものはないのですが。いや、こんなとこに家があるのが気になったのと、こんなとこに住んでるアホはあんたぐらいだろうなと思って顔見に来た。ところでここに勇者来なかった？おや、私が勇者の剣を盗んだとは疑っていなかったのですか？あんたの容疑者ランキングは最初から最下位だったわよ。その子たちを置いて魔王討伐なんて行きたくないでしょ？ご名答です。で、勇者の剣が盗まれたこと知ってるってことは、犯人もここに来たのね。少し休憩したいと。そいつがなんで勇者の剣盗んだか理由聞いてる？いや、興味なかったので。だと思った。ですが、よほど焦っていたのでしょうね。こんな大事なものを落としていくなんて。それは追いかけるのでしょう？渡してあげてください。ロケットペンダントを受け取った。ありがとう。完全にハロルド。ハロルド以外ありえませんと。
あ、もうなんだんだよこれ毎回毎回。ロケットペンダント私も持ってるよ。2個目のロケットペンダントがまさかあるなんてね。勇者が忘れた大事なもの、夫婦と2人の子供。まさか兄弟だったとはな。その育ての親がどうこう自動でセーブをさせられる。いよいよか。俺はこういうの見逃さないから、勇者よ使命を果たせ、世界に平和と安寧を。かなり古い骨だ。ずっとこれを繰り返してきたってことか。そして私がハロルド、俺の身代わりになろうとしてるんだろ。やっぱりあんただったのね。ブレイブと名乗って冒険者パーティーの助っ人になっていたあんたは、準備を終えて出発したばかりの私と神殿近くの宿屋でたまたま同じ日に泊まった。あんたは私が寝てる間に忍び込んで勇者の剣を盗み、自分が勇者だと偽ってここまで来た。そうでしょハロルド。その通りだ。ああ、まさかこんな早く追いつかれるとはな。あんたなんでこんなことをしたのよ。理由次第では半殺しにする。なんでだって、そんなの決まってるだろ。チヤホヤされなかったからな。はい俺は勇者だってみんなからチヤホヤされたかったんだよ。そのために今までお前に負けないように必死に訓練してたのに、なんでよりによって選ばれたのがお前だったんだ。俺の方が能力が高いはずなのに。そんなくだらない理由。くだらないだと？お前にはわからないだろうな。そうね、富も名声も興味なかったし。そうだ金、お前だけ死んでから報奨金たんまりもらったんだろ。ずるい、俺だって狙ってたのに。いや、もしあるなら勇者はあんたってことにしてもいいから。私そもそも目立つのはあんま好きじゃないし、仮に名前残したいならどうぞ。それとお金もあげるし。そういうことじゃないんだよな。めんどくせえな。でもなんか引っかかるんだよな。ねえ、本当にそれが理由？そうだよ、さっきから言ってるだろ。まあ絶対に嘘なんだけど、一回ノーマルエンド見よっか。まあ理由はどうあれ、あんたがその剣を持っていてもあんたに魔王は倒せないわよ。やってみないとわかんねえだろ。ふん、どれだけ一緒に訓練してきたと思ってんの。あんたの弱いとこも分かってんだから。さて、これが魔王の正体か。魔王だなんて大層な名前だけど、あとは一生。こうか。まあこれが真実なんだよな。新館長が言ってたのはこのことか。人柱になるシステムと、魔王とは名ばかりの呪いみてえな、そんな現象だったんだな。リリア、そんな、なんで。俺はただ。こうして勇者が平和を取り戻しました。その後勇者を見た者はいない。エンドに30代目勇者。まあノーマルってことだよね。嘘だ、本当のことを言え。は？もっと別の理由があるはずでしょ。本当にチヤホヤされたかったらどうして姿も名前も隠していたの。勇者を見た人に共通していた証言は、男か女かもわからなかった。顔も体型も隠していた。喋らなかった。そして誰一人あんたの名前を聞いていなかった。矛盾しすぎよね。どう説明すんの。なんだそんなことか。理由は簡単だ、神殿にバレたくなかったんだよ。勇者の剣を盗んでから気づいたんだ。このまま俺が勇者を名乗っていたら神殿から罰が下るんじゃないかと思ってな。新館長は優しい人だけど規律には厳しいからな。少なくとも極刑だろ。ああ、まあそれもそうか。これで満足か。いいえ、それも嘘ね。は？あんたが勇者の剣を盗んだ理由は私のためなんでしょ、バカ兄貴。これ、親父の家に置いてった手紙。なんだよ、見つけたんならそこに書いてあったはずだろ。俺がなんで勇者の剣を盗んだのか。そうね、俺が勇者になりたかったのにお前に横取りされたのは許さん。だから盗んでやったのさ。まあざっくり言うとこんな手紙ね。あんたらしいムカつく文体。でもさ、これあえて私を怒らせようとしてるよね。あんたが死んだ後に私が自業自得だってあんたを下げ詰めるように。どうやって知ったの。勇者の生存率がえげつないほど低いって。私がほぼ確実に死ぬって。新館長、こんなとこに呼び出して何の話ですか。ここで大事な祭事とかがあるときしか入れない場所でしょ。リリア、あなたが勇者に選ばれました。え、嘘、ドッキリ。じゃないっぽいっすね。この前勇者の剣のレプリカを使用した訓練を行ったでしょ。あの中の一つが本物でした。そしてそれは剣が選んだ人間が持つと特殊な光を放ちます。だからレプリカを使った訓練を何回も。それも剣は師匠が事前に選んだものを手渡ししてましたよね。太陽の光が反射したのかなくらいにしか思ってなかったのに。マジか、まさか私が選ばれるとは。ちなみに理由とかわかるんすか。ぶっちゃけ私他のやつと比べたらそんな強くないっすよ。ハロルドの方がよっぽど。リリア、こっから先の話は他の人には話にはなりません。この部屋の外で事実を知らない人間に教えようとすれば息ができなくなる魔法契約を交わしなさい。え、あ、はい。契約は交わされましたね。これは新館長になる者が口伝で伝えてきた事実。歴代の新館長と勇者しか知りません。リリア、勇者候補生に選ばれるための基準は何でしょう。
戦闘能力や潜在能力が高いから。フレタはもともと王族として訓練を受けてたから戦闘能力が高くて、ルキスは魔法学校の出席で、キャロルは回復魔法の天才、他は訓練を始めてからそれぞれ得意な能力が開花したみたいな、そんな感じですよね。ええ、勇者候補生に選ばれる条件は戦闘能力や潜在能力を評価してのものですが、勇者に選ばれる条件は魔王討伐のために命を懸けられるかです。心当たりがありますね。はい、私から見てもあなたが選ばれるだろうと思っていました。他の候補生は夢を持っていたり、他に守りたいものがあったりと命を懸ける覚悟はありませんでした。ですがあなたは最初から魔王を倒せるなら死んでも構わない、そんな意思を持っていた。酷な宣告をします。リリア、魔王討伐は高確率で命を落とします。今まで生きて帰ってこれたものは記録には残っていません。魔王の正体は世界に蓄積した魔力が地の底から吹き出したもの、それが魔物を刺激して凶暴化させている。勇者の力はそれを押さえつけ沈めるための力です。考え方としては噴火中の火山の火口を自らの体で防ぐのと同じです。あなたの体にはとても負担がかかります。運よく耐え切ったとしても帰還する体力は残らないでしょう。それでも勇者として魔王討伐に向かってくれますか。一つ質問なんですけど、なんで魔王がその実在しないものだってこととか、勇者が命がけだとか、そういうのが秘密だったんですか。遠い昔に勇者が選ばれたものの中に王国の姫君がいました。当時は先ほど教えた事実が常識として知れ渡っており、娘を守ろうとした王が魔王討伐に向かおうとしていた彼女を城の奥に幽閉してしまったのです。魔物の暴走がひどくなり、結果的にその王国も滅びました。生き残った姫君が勇者の役割を果たし、なんとか世界は滅びずに済んだ。このような経緯があり、勇者と魔王の真実は伏せられることとなり、歴史書なども全て燃やされました。なるほどね。あと単純に疑問で、勇者候補生の中に命かけていったやつがいなかったらどうなるんですか。新たに勇者候補生を集めます。それでもダメだったら手当たり次第です。勇者候補生を集めるのは監視下において勇者の権限を悪行に使用するような悪しき心を持っていないか判別するため、そして魔王城にたどり着くまでの魔物に殺されないための強さを鍛えるためです。ですが世界が滅びるかどうかの瀬戸際になれば死の子の言ってられませんから、子供であれ悪人であれ勇者の素質があるものに委ねるしかなくなるのです。そういや悪行化して記録から抹消された勇者が何人かいたな。多分いつの間にかいなくなってた勇者候補生の中にそういうやつがいたんだろうな。てかそれならなんであいつらまだ残ってたんだ。特にルキウスなんてバリバリにやべえやつじゃねえか。でもま、私の答えなんて最初から分かってるでしょ。そんな事実知った程度で魔王退治に行きたくないなんて泣き出すやつを勇者に選ばないでしょ。ありがとう。その代わり報奨金たっぷりくださいね。故郷に送りたいのとハロルにも残したいので。わかりました。あなたの望むようにしましょう。あの部屋、防音魔法がかかっていたはずなんだけど、どうやって盗み聞きしたの？盗聴用魔道具。は？お前につけてたから、それで。なんでそんなのつけたの？いつ？マジでキモいんだけど、このシスコン！盗聴用魔道具が開発されたのは割と最近のことだから。魔法の隙ってやつだな。新館長はあの部屋で話していたから、契約違反にはならなかった。盗聴してたことスルーすんじゃねえよ！ずっと不思議に思ってたんだ。勇者の電気の最後は必ず。こうして勇者は魔王を倒しました。めでたしめでたし。こうして世界は平和になりました。めでたしめでたし。こうして勇者が平和を取り戻しました。めでたしめでたし。その後勇者の姿を見た者はいません。勇者が魔王を倒したその事実で終わっている。その後の凱旋も勇者の余生も何も残されていない。新館長の話を聞いて納得したよ。書いてないんじゃない。書けないんだってな。何が勇者だ。綺麗な言葉を使っても要は人柱じゃないか。俺が勇者の剣を盗んだ本当の理由はお前を死なせたくなかった。それだけだ。盗聴については保留するとして。いくら兄弟だからって身代わりで死んでもらう義理はないんだけど、それにどっちにしろあんたがその剣を持っていてもあんたに魔王は倒せないわよ。知ってる。でもやってみないと分かんないだろ。なんでそこまですんの。意味分かんない。私は世界を救えるなら命かける覚悟で来てんの。お父さんとお母さんを殺した原型を消せるなら死んでも構わないの。あんたが勇者に選ばれなかったってことはあんた死にたくないんでしょ。夢があるんでしょ。人間なんだから死にたくないって思うのは当たり前だろ。勇者の条件が分かっていれば俺だって覚悟を決めてた。はいはい、後からなら何でも言えろよね。それにな、生きるならどう考えたってお前だろ。何よ。お前は俺と違ってみんなに慕われてんじゃねえか。友達がたくさんいて、アンドレ、恋人もいて、お前を待ってるやつもたくさんいる。それに俺には夢なんてない。ああそうね、そもそもあんたが夢を捨てたのは私のせいだったわね。私が勇者候補生になることを承諾したから心配でついてきた。あんたはもともと断る気だったんでしょ。なのに私が行くって言ったから。ねえ、私が気づいてないとでも思った？毎晩毎晩人目を盗んで盆を魔法をかけてまで神殿のピアノ弾いてたじゃない。そして BGM がピアノ。まだ未練があるんでしょ。私と違って才能があるんだから。暇があればずっと弾いてるぐらい大好きだったんだから。今からでもその夢を追えばもう自由なんだからさ。こんな指じゃもう無理だろ。訓練でボロボロだ。もう昔みたいには弾けない。それにさ、お前一つ勘違いしてるよ。俺がピアノ弾いてたのはお前のためだ。父さんと母さんが魔物に殺されて親父に拾ってもらって、悲しみと不安の中でお前はいつも泣いていた。親父が人形を買ってきてくれたり、マフィアの連中がふざけて笑わせようとしてもダメだった。だけど
あ、ピアノ、こんなところに。懐かしいな、母さんもよく弾いてたから。この曲、お母さんがよく弾いてたやつ。リリア、リリアが笑ってる。少しだけど、でも笑ってくれた。ねえ、もっと弾いて。うん。お前が笑ってくれたから、お前に聴いてほしかったから俺はピアノを弾き続けた。お前がいなくなったら、どっちにしろ俺はもうピアノを弾けない。あったわね、そんなことも。うん、そうね、私ハロルドのピアノ好きだった。プロになりたいって言ってた時も心から応援してた。だから夢を諦めて勇者候補生になるって言われて、実はちょっとショックだった。はっ、そうかよ。なあ頼むよリリア、死なないでくれよ。もうこれ以上俺から家族を奪わないでくれよ。お前が死んだら俺はどうすればいいんだよ。そんなこと言われたらこっちだって覚悟が揺らいちゃうじゃん。これでいきなり勇者の剣に、お前は期待外れだって勇者撤回されたらどうしてくれんの。私だってあんたに死んでほしくないし、覚悟はあるけど死ななくていいなら死にたくないし。でもしょうがないじゃん、私がやんないと世界が大変なことになる。お父さんとお母さんみたいに誰かが殺されて、私たちみたいな思いをする人が生まれる。私が勇者の使命を果たせば。ん？ねえ、私さっきから考えていたことがあるんだけど、なんであんたはここに来れたの？は？いいから答えて。なんでって、普通に入れたぞ。ふーん。ねえ、一つ作戦を思いついたんだけど。作戦？そもそもこの場所には勇者しか入れない結界が張られているはず。なのにあんたも私も出入りできたってことは、鍵は勇者自身と勇者の剣。勇者の剣盗んで自分が魔王を倒そうとしたバカは今までいなかったのかしらね。勇者の仲間すら一緒に入れないって認識が覆った。何をする気だ？普通に魔王を倒すのよ。だからその後お前が。分かってないな。あんたがいるってことは、回復魔法をかけてくれる人がいるってこと。歴代の勇者が死んだ原因は、一人で魔王に立ち向かったこともあるのよ。結界があるせいで勇者一人じゃないといけないってことになって、魔王と相打ちになって命尽きるか、魔王を倒したけど帰る体力が残ってなくてそのまま生き返るとか。でもさ、仲間がいたらそんなことにはならないでしょ。確かに。それはもともと私が勇者に選ばれて危険な目に遭わないように必死で勉強して成績トップだったんでしょ。頼りにしてるよ兄貴。一つ訂正してやる。俺が成績トップだったのは、妹に負けるのが我慢ならなかったからだ。ふっ、あ、そうなの？お前の夢が勇者になることなら、俺はお前に一つ負けてることになる。だから、さっさと魔王を倒して、俺の夢も叶えさせてもらうぞ！そうね、楽しみだわ！そういや、あんたはルケスのところにこれ忘れてったでしょ？あ、ロケットペンダント。お父さんとお母さんの写真、次なくしたら許さないからね！あ、ありがとな。いや、めっちゃいい終わり方するやん。わしこういうの大好きやねん。なんなら後方になくてもいい。なくてもいいし、あってもいい。あーある感じね。こうして勇者リリアは兄と協力して魔王を倒し、平和を取り戻しました。故郷に戻った勇者をみんなが出迎え、喜びの宴を開きました。勇者は恋人と結婚し、幸せな家庭を築きました。魔王討伐後に新たに支給された勇者報奨金は寄付し、魔物から人々を守る研究に生涯を捧げました。趣味のピアノ鑑賞を楽しみ、余生を過ごした彼女はたくさんの家族に見守られながら天国へ旅立ちました。めでたしめでたし。エンドさん、勇者リリア相手ごろで勇者の剣が盗まれたから犯人探して泣かすでしょ。てかまあこの作者さん、やっぱシナリオがいい。前作もそうだったけど、いい話がいいんだ。このさ、いかにもバカゲーっぽいタイトルからまさかのめちゃくちゃいい話になるっていうね。そして案の定邪推でした。もう教会を悪者にしたくてしょうがなかった俺がいたもん、途中から。どうせ人間はよみたいな。あえてこれで勇者の剣が盗まれたから犯人探して泣かすでした。ありがとうございました。